スマートエントリー、インテリジェントキーシステムインテリジェントキーインテリジェントキーは、日産自動車の機械的な鍵を使用せずに、車両のドアの施錠、会場やエンジンの始動が可能なシステムの名称であり、同時に日産の登録商標でもある。リモートコントロールエントリーシステムと同じ操作も可能である。このシステムは、日本の自動車メーカーでは日産が、いち早く導入を開始し、 その後他社も同様のシステムで追随している。2002年にフルモデルチェンジした K12 型 K マーチに初めて搭載され、現在では日産のほぼ全車種に搭載されている。一部グレード車両はメーカーオプションであるが、日産自動車の普通乗用車のほとんどがこのシステムを採用しており、NV150AD、NV350 キャラバンなど一部の商用車にも、 採用されている。また、海外戦売車の多くにも搭載されている。2014年から、アメリカ仕様のアルティマなどにリモコンエンジン、スタート機能が追加されたものも登場している。ドアのリクエストスイッチを押すと車載ユニットと ID コードの更新がされ、開場時はピッピ、施錠時はピッとなり、アンサーバックがなされる。鍵を車内に閉じ込めたまま施錠をしようとすると、 ピピ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 と警告音が鳴り、鍵がかからない仕組みになっているが、助手席ドアの車内集中ロックボタンで施錠した後に、そのドアをハンドア状態にすると、すべてのドアが施錠されてしまい、閉じ込み状態になることもあるので注意が必要である。また、金属部分を引っ張り出すと、中から普通の鍵が出てくるため電池切れの際も、解錠、施錠が可能である。本体は、 最大4個まで増やすことができるが、その都度全てのキーをディーラーに手持参、登録させる必要がある。登録は、基本的に本体とメカニカルキーを同時に行うため、メカニカルキーが車両に付属しているキーナンバーと異なる場合、本体の電池が切れた場合は動作しなくなり、改めて登録し直す必要があるので注意が必要である。なお、本体に内蔵される、 メカニカルキーはイモビライザーを内蔵している。関係上、純正品以外での複製は不可能である。インテリジェントキー、インテリジェントキー、インテリジェントキー以前に、日産では、カイ50型シーマ、プレジデントに、電子キー、1980年代後半から1990年代前半の上級車種にカードエントリーシステムを採用していたことがある。前車は、 機械的に行っていた車両とキーの称号を電子的に行うように書いただけで、施錠、会場は当時の一般的なキーレスエントリーと同じように、キーのリモコンもしくは機械的なキーで行う必要があった。後者はカードを身につけてアウタードアハンドルのボタンを押すと施錠、会場を行うことができるシステムであったが、エンジンの始動は従来通り機械的なキーで行う必要があった。 また、S12 型シルビア、ガゼールの一部グレードには、キーレスエントリーシステムが採用されていたが、これは、アウタードアハンドル付近のキーパッドに、暗証番号を入力して、施錠、解錠を行うシステムであった。ティアナスカイラインなど、プッシュエンジンスターターを装備した車種は、プッシュエンジンスターターとインテリジェントキーが不可分なため、全グレードに、標準装備は一部グレードでは、 プッシュエンジンスターターとインテリジェントキーがセットでメーカーオプション。それ以外の車種はグレードによりメーカーオプション。ただし、ブルーバードシルフィはプッシュエンジンスターターがないが全グレードに標準装備。モコ、ルークス、NV100 クリッパーリオについては OEM 元のスズキのキーレススタートシステムをラフェスタハイウェイスターについては OEM 元のマツダの アドバンストキーレスエントリースタートシステムをデイズとデイズルークスについては共同開発相手かつ製造元の三菱自動車工業のキーレスオペレーションシステムをインテリジェントキーと呼んでいる。ただし2代目モコはアンサーバックのみで電子音は鳴らない。デイズとデイズルークスはリクエストスイッチを押した時のみ電子音が鳴る。ただし3代目モコ、ルークス 2代目 NV100 クリッパーリオではメカニカルキーでの解除後20秒以内にエンジンをスタートしない場合、盗難を警戒してホーンが断続的に推面する。ありがとうございます。